何用にございますか、種継ぐ殿。こんな遠いところまで。やかもち殿にお願いしたいことがございまして。もうじき命を落とす私にできることでしょうか。はい、簡単なことにございます。 俺は沢原親王様お久しぶりでございます氷神の河次の反乱の時以来ですね兄を守ってくれたこと改めて礼を言います782年に起きた氷神の河次の乱では藤原の種継と沢原親王が活躍したと伝わっていますいえいえ当然のことをしたまでですそれにしても珍しいですね長岡にいらっしゃるなんて 兄上に祝いの言葉をと思いましてそうですかところで佐原親王様は近頃の仏教の弾圧についてどう思われますか何ですかいきなり単純に興味がありましてこれまでのことを考えると致し方ないと思いますさすが綱にとはいえ次期天皇様だ寛大な心をお持ちのようです 私が元族までして皇太子になったことを何かの策略だと思って質問したのですかい,いえ公認天皇様の進言により実現したと聞いておりますのでそれは思っておりませんただ川継次のように反乱を起こすとでもはい元族後も東大寺に度々出向いているという噂を聞いたものですから順当に行けば私は天皇になれるんです 反乱など起こすはずがありません。廃位される可能性もございますよね。長部親王のように。だとしても、私を勝ちにあげる者などおりませんよ。所詮、綱にですから。ご無礼をお許しください。種継殿は兄上に信頼されているのかもしれませんが、言動に気をつけた方がいいですよ。せんとしたところで。 争いが全くなくなるということはありませんからご忠告感謝いたします佐原親王と藤原の種次はあまり仲が良くなかったと伝わっています無事に遷都できたなまだまだこれからですけどねでもようやく仏教勢力から距離を取ることができた恐れながらそれはまだでございますよどういうことだ 沢原親王様が残っております。沢原は大丈夫であろう。先ほども祝いの言葉を述べに来てくれた。しかし、現続後も東大寺に意見を述べていると聞きました。仏教勢力が担ぎ上げる可能性も十分に考えられます。次期天皇になることが確定している沢原が、謀反を起こす必要などないだろう。沢原親王様が、 皇太子を廃位されるかもしれないと考えていたらどうでしょうそんなことがあるはずないだろうそれよりも長岡京の造営は進んでいるのかご安心ください順調にございますならよかった桓武天皇は784年に長岡京に遷都しました710年から政治の中心となっていた平城京が役目を終えた瞬間ですソラー親王様 お主は確か、コマロ殿ののご子息大友の継人と申します。私に何かご用ですか実は藤原の種継を暗殺する計画がございましてその計画にぜひ参加していただきたいと思っております。笑えない冗談ですね。冗談ではございません。首謀者は大友のやかもちと、他にも。 長岡京の遷都に反対する者たちが続々と集まっておりますあなたの藤原氏への支援を晴らすためですか藤原は父の敵全くないとは思わせませんしかしこの国が間違った方向に進まないためでございますなぜ私に声をかけたのです仏教の弾圧に不満を持っていると思いましてそんなことはありませんではなぜ今も東大寺に通っているのですか 意見を求めらられたからです深い意味はありませんこの話は聞かなかったことにしますご安心くださいまあそうなりますよね大友の継ぐ人の父である大友の小丸は橘の奈良丸の変の,の時に命を落とした人物ですどうであったやはり駄目でしたそうかなら致し方ないな佐原親王の名前だけ 借りるとするかやかもち殿も人が悪い佐原親王がこちらについていれば種継ぐ暗殺が正当な行いになるかもしれない <laughs> <coughs> <coughs> 大丈夫ですか大丈夫だすぐに準備を始めろ結婚日は桓武天皇が留守になる9月の23日だはっ 万葉集で有名な大友のやかもちは蝦夷征伐の責任者となっていた人物です暗殺事件の首謀者とされておりますが事件直前に亡くなったと伝わっています留守を頼むぞ種継ぐ。お任せください長岡京蔵へと合わせてかと役目を果たしますでは行ってくるでは 私も仕事を始めるか兄上お願いいたしますよ矢で居抜いたらすぐにお逃げくださいわかってるでは行ってまいるこれで藤原氏を一人葬ることができるそこには柱五本だ一本足りぬぞ今日は綺麗な月が出ておるなあ 実にいい暗殺日和だ。そろそろか <laughs> の。皆の者、くせ者じゃ引っ捕らえろ <laughs> まさか、この私が一発で仕留められんとは。しまった。退路が断たれた。 種継ぐ暗殺の実行犯として大友の武らが捕らえられましたそして武良の証言により継ぐ人をはじめとした大友氏木野氏佐伯氏らの者十数名が捕獲されて残首となりました以上がこの件に関してのご報告にございます沢原が関与していると申すかはいやはり仏教への弾圧に反感を持っていたのでしょうそれに 種継殿とも不仲であったという噂を耳にしたことがあります種継は頼れる男であったその種継を暗殺するなどたとえ弟であっても許せぬ斬首ですか流罪だ淡路の国に流罪とする天皇様考えの甘い私を許せこれ君よ報告 大義であっ出はいして参ります。許せ種次。何用にございますか種次殿。こんな遠いところまで。やか持ち殿にお願いしたいことがございまして。もうじき命を落とす私にできることでしょうか。はい。簡単なことにございます。 私を殺して欲していのですどういうことですかなそのままにございます。桓武天皇が不在の時を狙い、私を暗殺してください。そしてその計画に沢良親王を引き入れてほしいのです。沢良親王は次期天皇に確定しているお方。それは難しいのではないでしょうか。うまくいかなければ、実行犯が捕らえられた時に、 沢良神皇の名前もお出しください仏教勢力とのつながりの深い沢原親王であれば本人がどれだけ否定しようと罰せられることになるでしょうなぜそこまでこの国の未来のためですこの暗殺事件には諸説ありはっきりしたことは分かっていません流罪となった沢原親王は無実を訴えるために 約10日間絶食して奮死したと伝わっていますさて次回の百科行乱で一年は無念のうちにこの世を去った沢良親王の祟りにスポットを当てたいと思いますそれではまた次回の動画でお会いしましょう